よし、はい、おはようございます。ゆずチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は7月25日土曜日ですね。あ、土曜日言ったな。今日は久しぶりに来ました、千葉県館山市の夕日海岸ですね。あ、富士山見えるわ。前にちょっと石台らしいのかかったのを取り逃がしてるし、水中カメラに映ってたんで、まあ釣れるかわかりませんが、まあいろいろやってみたいと思います。頑張りましょう。よし、お、魚の肌じゃん。あ、ちょっと、あ、熱いるよこれ。ちょっと待って、本当さか、緩める癖絶対やめた方がいいよ。やったじゃん。くそ、ファーストヒットやられたか。鷹の肌ですね。鷹の肌、はい。なんかまずくて誰も食べない鯛らしいですけどね。あ、いますね、なんかね。よかったじゃん。ありがとうございます。はい、ちな、大きさそうだね、そんなでかくはないね。20、そうですね、飲まれとるやんけ。飲まれてるから切った方が早いかもしれんな。奥さんが鷹の肌を釣りました。私より先に釣られてしまいました。はい、はい、じゃあリリースする。はいよ。ちょっと血出そう。いや、大丈夫でしょ。そう、なーに、俺かもしれんね。なんか泳いでたよね。はいはい、ようございましたな。はい、おめでとうございます。はい。かつくね、カニに全然当たり来ないんだけど。はいはい、ようございましたな。生意気だぜ。俺より先釣るなんて許されることじゃないよ、全く。あれ、カニ飼われてないな。石田いないんじゃないかな。何？メジナ？すげえじゃん、おめえ。絶好調じゃないですか。マジかよ。なんだこいつって。すげえ。あ、本当だ。メジナだ、メジナだ。ムカつくね。あれすごいね。いやー、風強いな、しかし。
後ろに煽られまくるな。そうそう。まあね。そうだね。まあな。いいね。よし。夕日桟橋、風がすごいので船形港に移動してきました。まあ当然こっちも風すごいですね。入ろうと思ってた場所がなんか工事で入れなくなっちゃって、今ちょっと違う堤防に入ってるんですけど、風がもろだな。ああきつい、えぐいなこの風。なんだかな、もういつもこう風強いな。